ました。新作のケーキ好評みたいでよかった。はい、お客さんとっても喜んでましたね。私も試食させてもらいましたが、すごく美味しかったです。ありがとう、イブちゃん。あ、お客さんが来たみたい。いらっしゃいませ。こんにちは、羽沢さん、若宮さん。さよさん、お会いするのはガルジャムの会場以来ですよね。ええ、今日はその感想を言おうと思ってきました。まだ直接伝えられていなかったと思いまして。ありがとうございます。あ、ご注文は何しますか？それでは紅茶をお願いします。さよさん、新作のケーキおすすめです。よかったら紅茶と一緒にいかがですか？ではそれもいただきます。かしこまりました。用意は私がしてきますので、さよさんとお話ししていてください。いいの、イブちゃん？もちろんです。今は他にお客さんもいないですし、せっかく感想を言いに来てくださったんですから。ありがとう、イブちゃん。じゃあお願いしていいかな？はい、お任せください。少々お待ちください。羽沢さん、ガルジャムでの演奏とても素晴らしかったです。本当ですか？よかった、ありがとうございます。正直あの状況はアフターグロウの皆さんにとって逆境だったと思います。ですがそれをものともしない堂々としたパフォーマンスで会場を熱狂させていた。本当にいいライブでした。さよさんにそう言ってもらえるととっても嬉しいです。お待たせしました、紅茶とケーキです。ありがとうございます、若宮さん。若宮さんもガルジャム見に来てましたね。はい、ガルジャムでのアフターグロウのライブは本当に感動しました。お客さんに熱気の波が広がっていくようでした。つぐみさんたちすごかったです。ありがとう、イブちゃん。いろいろあったけどやっぱり頑張ってよかったな。ライブするまでは本当に大変で、ひまりちゃんがすごくへこんじゃったり、みんな暗い雰囲気になっちゃったりして、早く元のアフターグロウに戻らなきゃって焦っちゃって。焦りはそれだけで心を摩耗させていきますし、焦らないようにしようと自分に言い聞かせるのもまた苦しいものですからね。はい、みんなも焦ってるのが分かって、どうしたらいいんだろうって。でもそうやって苦しんだ分、ガルジャム本番中はすごく楽しくて、5人で諦めずに頑張ったからあんな素敵な景色が見られたんだなって、私たちもっとすごいライブができるって思えたんです。つぐみさんの気持ち分かるような気がします。アスパレもこれまでの活動の中で悪いイメージがついてしまったり、ファンの人たちとすれ違いになってしまったりしましたが、仲間を信じて努力を続ければ必ず道は開けるんです。ですからアフターグロウの皆さんもきっと打ち勝つことができるって信じていました。うん、本当にそうだね。信じてくれてありがとう、イブちゃん。どうやらあの時は余計な気を回してしまったようでしたね。いえいえ、とんでもないです。ポピパとロゼリアの皆さんが誘ってくださって本当に嬉しかったんです。それに誘ってくださったからこそ気づけたこともあるんです。気づけたことですか？バンドは5人だけの大切な場所って思っていたんですが、自分たちだけじゃない、たくさんの人たちに支えられて私たちのいつも通りがあるんだって。だから本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。そうですね、お互い頑張りましょう。はい、切磋琢磨です。高め合える仲間がいてこそです。そうだね。そうだ、新作のクッキーを焼いたんです。二人ともよかったら食べてくれませんか？いいんですか？私でよければもちろんです。ありがとうございます、
いただきます。